まずはファジアの岡山、ゴールキーパーは堀田、最終ラインは川野、ヨルディバイス、柳、鈴木、ボランチ今日は田部井が13試合ぶりのスタメンです。そして組むのが千葉、右に開くのが田中、左に佐野、ツートップはチアゴ・アウベスと坂本イサです。続いてアウェーの水戸ホーリーホック、こちらも1人変更、ゴールキーパー春菜、3バックを予想します。村田、松田、楠本、ボランチ今日は安永が10試合ぶりのスタメン、前田と組みます。右のウィングバック宇野木、左に前節 J リーグデビュー特別指定の石井隼太、シャドウに梅田と小原、最前線安藤というメンバー。さあ梅田が絡んでいきます。梅田、安藤シュート、この位置から狙っていきました。安藤選手パンチ力のあるキックが持ち味ですから、はい、十分に狙える距離だったかもしれないですね、これ。バイスは186センチ。ファーサイド、柳を狙っていきました。いや、一つ決定機になりました。いかがでしたか。いや、しっかりこう準備してきたものだと思いますけれども、はい、バイス選手と柳選手がファーサイドに流れて、その2人の高さを生かしたプレーですね。6月16日に特別指定で加入した際は勝利への貢献、誰かの心を動かすようなプレーをしたいと話した石井隼太。さあチャンスになる岡山、チャゴアウベス、坂本勇曲がっていく、しかし戻ってきた。水戸のディフェンスも早かった。目の前に今3人集まっていました。ね、これが本当に脅威になるんですよね、はい、スピードありますし、なかなか間合いがねうまいですから、はい、ボール一番近い位置にチアゴアウベス、鈴木義武もゴール前、ファーサイド混戦、押し込めるか岡山、チアゴアウベスミドルシュート狙っていきました。佐野光大のシュート、まだ岡山シュート、13試合ぶりのスタメン、亀井亮が起用に応えました。混戦の中からの先制点、岡山ゲームを動かしています。勝田さん、セットプレーからでした。ここですよね、はいはい、一度混戦になってチアゴ選手がねボール拾って、佐野選手にうまく落としてコンパクトな振りでね、一度は水戸の守備のブロックしましたけども、こぼれてきたボールをもう一度田部選手の左足ですよね、はい、非常にこう抑えたシュート、まあ、バウンドしてたので難しかったかと思いますけどもね、非常にこうコースを、ね、うまく捉えましたね。高い位置でボールを奪った岡山、田中雄大、チアゴ・ウベス、強烈な左足があります。先制点の田部井亮、川野からワンツーで川野のクロス、シュート、頭を抱えました。佐野光大のシュートでした。今フリーでボール受けましたね。アディショナルタイムは2分、ファーサイド、キーパー正面でした。最後は松田啓太、田部井の後ろバイスが行く、前田フリーの左サイド、特別指定の石井隼太、深い位置まで行ってクロスを上げた、シュート、最後は梅田のフィニッシュでした。ボレーで狙っていきました。はいですね、やはりサイドを使うのは石井選手ですよね。ミッドの方は安藤選手と寺沼選手の、まあ、ツートップで、はい、家永選手が右サイドで左利きでっていうところですよね、はい、お佐野光大のシュート、枠を捉えることはできません。ゴール前、浦田、どこを狙ってくるか、ファーサイド、最後は楠本でした、うん、いかがでしょうか、楠本のスペースの作り方、いいボールですね、はい、杉浦選手で、これも打点高いですね、うん、岡山の方は5枚でね、はい、こうサイドのスペースを消していますし、まあ、ここまでは持っていけるんですけども、この後ですよね、2枚ですよね、寺沼、おーゴールの右、惜しいシーンでした。
出して守っていきました本山です。成瀬から江田がシュート、逆足でのシュートでした。今いかがでしたか。いや成瀬選手からね、はい、うまくこの内側から背後を取った江永選手にニアゾーンね、はい、できましたけども、目安の5分台、うん、遠山のプレー、ここは岡山が蹴り出しました。ここで試合終了のホイッスル、木山監督は手を叩きました。そして柳のこの表情、上位との3連戦勝利がなかった岡山、水戸相手にしっかりと勝ち点3をものにしています。